生誕祭では絶対にないです。だからでひなさんの生誕祭でも多分絶対にない。ひなさんツインテールしそうじゃない。やっぱ生誕主役の人とね髪の毛をね被るのはやっぱ良くないのでそれは本当にそう、あの言い訳でも何でもなくて本当にそうなのね。しかも生誕の時にする髪の毛はもう自分の中で決まっている、決まっているからね。石が硬い違う、普通にね別にしたいことじゃないからしないよって言ってるだけしないからしないよ言ってるだけだから。急にツインで配信しないよ。お前もサラピ出てよってもうまあね、アイドルフェスはね出たいですけどね。まあでも3月11日はないでしょう。生誕メンバーが言ってきたらやってって。それは別にまあその日やりたい髪の毛がなければするけどって感じ。絶対に嫌ってわけではないですよ。てかなんでこんな話ばっかりしなきゃいけないのしつこいなしつこいな本当に。チャートリ公演鬼楽しかったです。よかったです。しないしないするのもうねさ、本当にそういうこと言ってくる人のことは本気で嫌いになるのでそろそろやめといた方がいいですよ本当にもうしつこいってなるので。やっぱあ違う、自分のねあのあれを自分の機嫌は自分で取るのでねそれは自分の機嫌は自分で取るので。怒らんでよって、いやこう言ってるうちは怒ってないです言ってる間は怒ってないので大丈夫。怒られたい人が集まりやすい。このほらそういう風に思われたくないじゃんそういう風に思われたくないから。いやそんなことないと思いますよ。そんなことはないと思うけど、嫌われる方がねいいっていう考えはね絶対良くないですね本当にあんなに嫌われてるってことは覚えられてるみたいな、まあある意味ポジティブ的な思考ですけど、そういうのはね本当に良くないと思いますね。まずアイドルに怒られるっていう、アイドルに怒られたいっていうことがまずおかしいからねそもそもね。そもそもね、そもそも問題ね。恵方巻き作るのって作らない、そもそも問題。そうですよ、本当にやめた方がいいと思う、そういうのは他のメンバーはこんな話多分せんと思うけど、そんなことをされて嬉しいメンバーはいないので絶対にやめた方がいいと思う。嫌われてないか不安とか言う人おるけど、そもそもアイドルに嫌われるも何もないからってなるなんで嫌われた怒られた喧嘩したないからそんな距離感じゃないからってなる。
話し会で怒ってくださいとか言われたことないよ。そんな、なんか何そういう M 要素がある人がサラダのとこにおるって思われてるかもしれないけど、そんな人普通いませんよ、私のところには。本当におるって思われてるんかもしれんけど、いません。割と普通の方が多いです。普通の方って言ったらなんかあれやけど、ちゃんとしてる方が多いです。そういう変な人はもうショールーム止まりというかショールーム止まりというか、ショールームでこうコメントでね、いろいろこう言ってくるだけであって、そういう方はお話し会とかにはあんまり来られないので、お話し会とかにはそういう本気でサラを送らせてくるような方はいません。これで伝わったかな。だからもうなんかそのお話し会とかには来てくれて、お話し会では普通だけど、なんかコメントで変なこと言ってんなーって人のことは全然空は怒ってもないし、適当にねあしらってる。これ何回も言ったことあるけど、顔を見たことある人で変なことを言ってくる人と、顔を見たことない人で変なことを言ってくる人はでは、同じ変なことを言っていてもこっちの捉え方が全然違うので、サピア握手会に行ってた時怒られたことないよな。ないよないよ、全然ないですよ。そんなこと思う、なんか自分が覚えられてる前提でそもそも行ってなかったから、握手会とかコンサートとか公演とかにも、もう自分が見えているよって見えている前提で行ってなかったので、こっちが見れれば満足スタイルで行ってたので、顔を見せた上でおかしなこと言う人はリスクを負ってるから、ね、確かに確かにね、確かに顔を見せた上で変なこと言ってる、確かにね、それはそう、それはそうだ。マジ？それそうでしょ。え、それそうでしょ。だからそのサラはメンバーになって知ったんですよ。そのレッスンが来たか来てないかで落ち込む落ち込まないとかがあるっていうことをメンバーになって知った。ね、確かにオンラインはね、名前が出て、何ハイリスクローリーローリターン、ハイリスクローリターン、なんじゃそりゃ。サラは自分がその HKT さんの公演とか行きよった頃は、その
ペンライトとか思っとったけど、ペンライトはちゃんとね、推しのねイメージカラーとかにして、そう STU みたいに推しペンライトカラーみたいな感じなのがないから、そう。でも、まあ、ペンライトとかしとったけど、うちわとかを毎回持って止まってる？マジ？なんか Wi-Fi がね、多分そんなさ、毎回うちわを持っていくみたいな感じのタイプではなかったから、本当にどんなに顔を覚えてる人でも、その公園とかでその何ももう本当に反応せずにこう無でこう見られとったら、こっちも気づくのに、まあ、時間かかったりするんですよ。そりゃそうやけどさ、それはこうじーって何も持たずにこうじーって見とる人と、ペンライトとうちわを持った上で見てくれとる人やったら、やっぱそれはそっちだから、そっちの方がそれ見えるから、だからこそさ、それでも見つけてくれていたあの推しには感謝だなと思うけど、レスくれなくて推し変した、それはでもなんかちょっと違うなってさら思うけどな。レスをもらえるから推しになったのかっていう話じゃない、だってまあそれもあるんかもしれんけどさ、さあちゃんと視野広いと思うよ、あの本当に、あ、いたんだってなった時はあるけどさ、なることはあるけどさ、まあその子のことをどういうあれで好きになったかにもよるけどさまあ見に来てる、まあまあ、ちょっと難しい点ではあるけど、でもレッスンくれないから支援するわ、まあ気持ちはわからんくもないけど、でもなんか違うなーって気もしなくもないけどなーって感じそう、どういう状況かによるよね。自分がこう見てるからこうもう無で見とってレスがどうとかならわかるけど、最善でうちわとペンライトを持って認知もあって応援してるのにレスが来ません、一回もね、その公園の中で一回も来ないですって言うんだったら、まあそれは悲しくなるのはわかるけど、最善でさ、それはこのあの何ペンライトとうちわ持ってアピールしてレスコンならあれやけど、けどでもね、けどね、でも普通にでも最善だからって、まあその何やろね、30分しか出番ありません、1曲とかしか出番ありませんとかだったら、確かにあの、あ気づけなかったはあるかもしれんけど、それはもう分からんよね、それは。最善もう見えてるけどね、まあ、分からん、そこはメンバーによるよ、あのその客席見てる余裕がないっていうメンバーもおると思うし、
多分木体とかは結構回数を重ねたからもう余裕があっていろんなことをいろんなとこ見ていろんなことをできるけど、余裕あるけど、でもね初めての瀬戸利の日とかはそんな余裕ないしっていうあれもありますのでね、自分がレスを送って満足してる、それは素晴らしい。それ初日は余裕ないよそれはね、初日は余裕ないですよ。こっちもどこでどうってわからないからね。MC 中に手を振ることはさらあまりしないです。振ってくる人いるけど、MC中に手を振って会話を聞いてないメンバーには聞けってなるので話を聞けってなるので、ただそんな MC 中はどこに誰がいるのかなは見てるけど、その手振ったりとかはほぼしないです。話の内容にもよるけどね。だからそれで MC 中に手振ったのに手振り返してくれなかったプンってはならないでほしいですね。まあそんなことでなる人はなる人で、まあ別にいいけどさって感じ。自己紹介はいいと思うんですよ、自己紹介だから、その人しか喋ってないから。でも MC あの何こうみんなで会話をしている時に関係ない、まあね、軽く手振るぐらいはいいと思うんですけど、まあサラはそこはしないので、そんなことでは何も思わないよね。とか、レスが来た時にどんな反応をしたらいいかわからない。その喜んだ顔を出せばいいんじゃないですか。まあでもマスクしとるけんね、わからんけど。手とか振らずガン見するな。ガン見されるのもちょっと怖いけどねめっちゃガン見してガン見のガン見の人は反応ないガン見の人にはちょっと怖いですけど、あからさま、そうだよ、あからさまに反応した方がいい。レスがファンに気づかれなかった時どう心を安定させるって、サラはそんなことでなんか悲しいとはならないです。血見ろよって思うだけこっちが送ってんだから見ろよって思うだけで、サラはそんなあ見てくれてなかった悲しいとかは全くならないです。血見ろって思うだけで別にもういいよ、もういい、送らないからなって思うだけで、もう別に そんなことでああってはならないので。
推しカメラ状態はいいですよ、全然それはいいですよ、いいことだとは思うけどいいことだとは思うけど、ガン見にも種類があるからね、ガン見にも種類があります。強すぎる。いやでも そのくらいじゃないとやっていけないよ。それはだってね、見たのにレッスン送ったのにその反応してくれない、悲しい、もう無理。なんか今おかしかった画面が、なんか今日電波悪いよね。止まった、なんかおかしいね。ね、なんか一瞬縦になった、怖い。どこで止まっ、うわ、なんか電波悪いね、なんか電波、なんかね Wi-Fi の調子が悪いのか何なのか知らんけど悪いんですよね悪いのか何なのか知らんけど悪いんですよ。そう、テレビでいつも YouTube とか見るけど、なんかそれも電波悪くて、なんででしょうね。何の話だったっけ。でもサラは全然普通なんですよ、画質もいいし。更新してください、それは、うん、こっちは全然普通というか、今 Wi-Fi つなげてないからね、関係ないはずなんですよ。そもそも Wi-Fi をつなげてない。何の話だと、ああだからまあそんなね、そのファンの人にレッスン送ってそれに反応、いやいますか、 いるんですよ本当。みんなは知らんかもしれんけど、レッスン送っても無反応とか、ちょっと目あってもなんかもうなんか喧嘩ですかってぐらいで見てくる人もいるんですよなんかえこっちがよくそんなアイドルにね、そんな真顔で耐えられるなって思うぐらい、こっちが見てもなんかって見てくる人いるんですよ。なんかおおってなるんですよ。まあそんなことででもね、そんな反応してくれない、悲しいとはならないです私は。あってなるあなんかあって思うだけで、まあ別にそれは何も思わないので、サラは、サラは思わないので全然いいんですけど、なんだってなんだって思うだけで、別にそんな悲しくはならないです、いち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 悲しくはならないですよ全然。いやいるんだよ本当に、もう本当に真顔でこう見てて、あなんか目あったなと思ったら、大体の人はなんか手振ってきたりとか、なんか気まずそうにあって感じでしてくる人もいるんですよ。いるからサラはこうパッて見たらなんかですんごいすんごい真顔に見られたりとかするんですよね。そうそう、すごい真顔で見られたりとかするけど、まあ、そういう人とはだいたい3秒ぐらい、ちょっとあの3秒ぐらい見返します、あの見られたら。いや別に自分のファンじゃないなと思っても、こうすごい真顔でガン見されたら、そらもう真顔で数秒ガン見します。あの曲中にはあんましないよ。そう MC の時とかにちょっと目あって、誰かが自己紹介してる時とかに目あって、なんかこうで見られたら、こっちもちょっとで何秒かちょっとガン見してみるんですけど、それで相手がそこでちょっとあの笑い出しちゃうタイプの人もいるわけですよ。そういう人には、あ笑ったなと思ってで終わるんですけど、なんかそれでもってなんか目合っとるよねって逆にこっちがなるぐらいで見てくる人もいるんですよ。だからそういう人にはもういいやと思って、なんだよと思って
なんだよと思って、もう目そらして普通に目をそらしてスルーです。まあそれをされたら基本もうその人のことは見ないけどねもう そうだった場合はもう留守送らないけどね。留守送ってももう見てないから、顔見て。まあ、気づいてないっていう可能性もあるかもしれないからね、相手は。そうそうそう、あるかもしれないからね。それと一緒で、あの人は自分のことが見えてるって思ってても、こっちからしたら本当に気づいてないっていう場合もあるから、ですが来る来ないどうこうで推し辞めるとか、まあね、そんなことで辞めるぐらいだったらいつかいなくなる、いつかすぐいなくなる程度のあれなんだとは思うんですけど、っていう気持ちなのでっていう気持ちなので何も思ってないです。さあ、そうね、まあ、マスクはね見えないからね、マスクしとったらねわからないもんね。そうね、サラのうちわとか持っとる人でそんな顔見してくれる人はいないですね。そうね、サラ人のメンタル強くするの得意かもしれない。本当人生考えようだなって最近思うんですよね。いいように考えようと思えば考えれるし、だから メンタル強いとか弱いとかじゃなくて、うん、強くなろうとしてないだけだと思うんですよ、メンタルが弱い人っていうのは。もともとの強さ弱さはあるかもしれないけどいや本当急にどうしたって感じやけど、それは本当に思う。サントリーライドル。でも本当にそうだと思うんですよ。嫌だなって思っても、いや、サラもね昨日メールでは言ったけど、嫌だなって思ったことでも、なんか本当に心の底からね、普段そう思わない人が嫌だなって思っても、なんか嫌だなって思って逃げずにやってみたら意外と何とにでもなったみたいな感じなんですよ、サラは。っていうのを改めて感じたので、やっぱね、自分のことは自分でするしかないんですよって思った本当に悟りでもなんでもないけど私の推しの城間ミルさんも言ってたんです。言ってた、なんかさ、
保存した気がするもん前なんかあそうだよなと思ってさ、うん、だからメンタル強い弱いじゃないんですよ。メンタル強い弱いじゃなくて、嫌だな嫌だなって思うのはただの甘えだと思うんですよ。本当にもともと弱い方ではないかもしれないけど、それ生きていく生きてきた中でいろんなことを経験して生きてきてっていう問題なんですよね本当に別にこれなんか別に何言ってなんでこの話になったのか分からんけど、実際そうなんですよ。実際何でも自分が選んだことなんだからって思うんですよ甘えてくれていいよねって、いやそれも言われるけどね、それもさよく言われるけど、それもね違うんですよね(笑)メンタルの話。だからさ、その自分と考え違う子にそう押し付けはしないですよ。別に考え方次第だよぐらいで終わるけど、そう人生相談聞けるかもしれない。変にその人の何辛さに変に入り込むこともないし、自分の感情が。レスの話からこんな話になった。なんか、まあ、こじつけっちゃこじつけだけど、でもなんかね、そう思い込むことはいいことだと、いい方法に思い込むことはいいこと。分かってても難しいと思うから難しいんだよでも本当にそう思う。分かってはいるけど辛いんです。じゃあ分かってるなら辛くないと思うんだよ。辛いと思うから思い込むから辛いんだよって自分にも思うんですよ。さ、だいたい1年後どう、これを1年後思い出した時にどう思うかなでいつも考えるんですよ。そう考えたら大体のことは1年後にもどうでもいいんですよ、本当に。大抵のことはね。なんか悟っとるかな本当に1年後10年後を考えた時にこれをどう思うかなっていつも考える。本当に嫌なことあったらそれを考えるんですよ。で、ああどうでもいいよな絶対って思ったらもうなんてことない本当なんかいや なんてことなくなるんですよ。これは別に誰かからそう言われてとかじゃなくて、自分の中でいつからかそういう考えになった。本当になんかそういう考えになりました。無意識のうちにアイドルっていう仕事をし始めて、またさらに強くなったんかな。もしかしたらそれも可能性はあるかもしれんけど、まあメンタル弱かったらねやっていけない職種ですからね、これは本当に。なんかあったんかななんかあったんかな、分からんけど。
元々そうなんですよね。人生論が始まった。人生論、本当人生論。人生論。でも自分はね、あのメンタル強いと思って生きてなかったし、今でも別にそうは思ってない。もうすぐ二十歳になりますからね。大人になりますから、はい。二十歳が大人かどうかわからないけど、一応成人になりますのでね。まあでもサラが普通なのかどうかはわからない。まあ普通は人によって違うなってのも最近思うんですよ、本当に。本当に思う。普通っていうのは人によって違うから、普通こうでしょって怒られるのがサラ本当嫌いなんですよ。あなたにとってはそれが普通かもしれないけど、こっちの普通はそうじゃないんだよって思うから、だからこそ普通はこうだよなっていうのはサラも人に言わないようにしようって思うんですよ最近。なんかサラは変わってるって人に言われても、こっちからしたらあなたが変わってるんだよってなるから。だからまあ普通を思わないようにしよう、言わないようにしようと、普通こうだよねって言わないようにしようとって思うんだ。なんかそう考えたら人生って深いよねって。なんか思ってくるんですよ本当に。なんか人生って変だなと思うんですよね。なんか宇宙人がいるみたいな話を最近見て、 YouTuber の人が言っとって、なんか宇宙人いると思うみたいなとかの話をしとって、でも宇宙人っておるんかなって思ってきたら、なんかそう考えたら地球って広い。なんかね、あとね TikTok でね、自分の悩みがちっぽけに見えるみたいな、あと飛行機乗ったのもあるわ。飛行機乗ったら雲の上の世界を見るじゃないですか、異世界を。って考えたら、なんか自分が住んでるなんか場所って本当こんな日本の、あ違う、世界があって、その中でもちっちゃい日本があって、その中でも広島があって、そう、広島の中でもまたいっぱい会社とかなんか組織がある中の STU っていうその中にいて、その中の選抜があってみたいな、なんかそういうことを考え出したら、なんかどうでもよくないけどどうでもいいみたいな気持ちになる。よくないよ、どうでもよくないけど、そんなね、日本で嫌なことがあればアメリカにでも行けばいいし。って思う。だからサラは長生きしたいなって思いますよ。飛行機乗ると思うんだよ。だからまああのちょっと今いる世界で、今いるこの今いる環境でちょっと病むじゃないけど辛くなったら、あの飛行機に乗ってちょっとね、関東の人は飛行機に乗ってね、 STU の公園とかに来たら雲の上の世界を見て、あ地球って広いなって思って、広いなと思って公園来て、あこんな世界もあるんだな、楽しいなって思って現実逃避したらいいと思う。
さ、北海道のこの景色を見た時に思ったよ、広いなってほら広いなってこう広いなと思って、この中のさ人間なんて、この中のちょっっていうちっちゃいあれじゃないですか。って思ったよね。全然そんな辛いみたいななってないですよ、全然今を楽しく生きてますけど、そういう人がもしここにいたら、ここにいたら、まあ、飛行機飛んでどっかに行ったらいいと思いますっていう話何の話だ何の話だって感じやけどでもね、さらそういうのももし、まあ、まあこれはなんか良くない、そんなね楽しい話じゃないけど、まあ、飛行機とかがもし墜落したとしても自分は生き残れる自信があるって話をこの前飛行機でマネージャーさんと話してたんですよ。なんか今仮に墜落しても生き残った吉田沙羅さんですってあのニュースに出れるぐらいの自信があるんですよねって話を飛行機でマネージャーさんとしたんですよ。だからそれぐらい変な自信を持って生きとけば、いやなんかその話したんですよ。だってその飛行機にメンバーも乗ってて、マネージャーさんも乗ってて、そのスタッフさんとかも乗ってたら、その飛行機がもし事故にあったら STU はどうなるんだろうって話をしてたんですよ。それもサラが言い始めたんですけど、そんなねふうに思ってたけど、けどなんかそれでも生き残れるなっていう話をしてました。それでも生き残れそうじゃないですかっていう話をした。それぐらい根拠のない自信が大事なんですよ。だからもうそうやってどうでもいいけど根拠のない自信を持っていきましょうっていう話なんです。でもそれも別にポジティブなわけじゃなくて、ポジティブに考えようと思うからポジティブに生きれるだけであって、100% 別にそう思い込む必要もないけどっていう話。自分はそう思いませんじゃなくて、もうそう思えばいいんですよ、ちょっとでもって思った。ポジティブな人は別にポジティブなわけじゃなくて、ポジティブに考えようとしているんだっていうね。そうなの？俺は事故らないと思ってスピードを出してる人はどうなのって、
そんなこと、そんなへりくつを考えることがそもそも論外。ひどすぎ、これは。こんな言ったらこれはちょっとひどすぎるかもしれんけど、そんなことを、そんなへりくつを言ってる時点でそもそも論外だよねって感じ。ポジティブに生きてたけど心が折れた。それもあるよ、それはあるよ。どんなにポジティブに考えようと思っても考えれなくなったこともそれはあるけど、でも大体のことはそう乗り切れるし、その後何かしらそうやってポジティブに生きてたらポジティブに変換できる時が来るんですよ。アイスを2つ以上食べた時、それアイス買ったんだ。そのコメントでアイス思い出した。アイス食べよう。余裕があるかわからないけど、余裕があると思って生きてます。あるかどうか実際はわからんけどね、あるかどうかわからないけど、あると思って生きてるからあるんだと思います。なんか初めて買ったアイス初めて買ったアイスです。あ、やばいやばい、48分じゃん。メール送らないと。ポジティブにいきましょうって。いつからこういう考え方になったんだろうね。それは分からんけど、ずっとそういう考えだったわけではないと思うけど、どうなんでしょうね。でも STU に入って変わった変わった変われたはあると思うけどな。いろんな人間に会うからね。だってメンバーとかも STU に入ってなかったら絶対に、だって胸息とかなっちゃんとかもメンバーになってなかったら絶対出会ってないもん。だって山口、もはや愛媛とかに生きとる人と普通に生きてたら出会う確率なんて低いし、それこそみんなもそうやけど、で HKT さんのオーディションに落ちた時はもうそれもまあポジティブに変換できんぐらい、なんかね、あの時はね、あの時のことは今考えてもあれやけど、なんで落ちたんだって思って、なんで落ちたの、なんで落ちたんだって思ってわいわいで、でもなんかそう落ちた時は思ったけど、なんかもう一周回ってむぐらい、なんかはへってなったけど、でも今思えば。ね、今こうして生きているわけですから、そうよ、今入るために、今入、実際こう入ってここにこう置いてね、S.T. に入ったから、この S.T. に入ってこうは、まあさ H.K.T. 入っとったら入っとったで、それはまたそこでしか出会ってないファンの人がおったかもしれんけど、それはそうだけどっていうね。ちょっとメールを書く。
そうだよ、落ちてすぐはね、あんま見たくなかったもんね。いろんなことがあるよね人生いろんなことがあるよね、本当に。人生いろいろだ。別に何かがあってこんなこと言ってるわけじゃないけどね。決して何かがあってこんなことを言っているわけではないんですけど。何の話からかこうなったけど。ガチ悩みがあったらお話変えて聞きますよ。全然ここのコメントで言えるなら全然いいけど、言っていただいてって感じやけど、ガチ悩み全然聞きますよ。人生相談人生相談うんって、そうですねって、これはそういう考え方から改善していきましょうみたいな。でもなんかアイドル、そう思ったよ、サラは。ちょっと待って、今メール書いてる。思ったことがあるんですよ。でも昨日最近生誕祭で何話すかをちゃんと考えてるんですよ。やっぱそう忘れるから、思ったことってその時その時でちゃんとメモしとこうと思ってなんか2期生あんまりまだ生誕祭でそんな長々っていうか
こうなかなか結構話しとるのパセリぐらいしか見たことないけど、サラもまああの生誕行ってた身からしたら、あもう終わりなんだ、一言本当に一言なんだって思うこと今までの生誕祭で多かったけど、サラはまあ生誕祭ぐらいしかちゃんとそういう真面目な話をする機会ないかなと思ってちゃんと考えているんですけど、あそれはそれもあれかな、ちょっとそれもあってこんな話しよるんかな。明日はなんだっけ、節分、何も思ってなさそうでさ、ちゃんと普通の真面目なことを考えているんですよメール送って、そうあのその生誕で何話すか考えとって、あのもうある程度まとまったんですよ、喋ることは喋ることまとまったけど、その中で書いとったけど、いやこれを生誕で言うのは違うなと思ってやめたんですけど、なんかサラは推しメン、自分の推しメンがさ、どんどん卒業していく上で、なんかそのそれこそ最近やったら田島メルさんねが卒業するってなった時にこう思い返してみたら、その何、まあ、2800日とかその登録、推し登録だけでもそれぐらいしてるぐらい好きでっていうのを思い出した時に、なんかあこんなことあったな、あんなことあったなって思って、あの公園行って、この公園さ、だって公園の時にね、あの初めて行った公園の時にさ泣いたんですよ泣いたんです。しかもあのなんか最後から2番目ぐらいのなんか準優勝ぐらいさせられて、運が悪いことにさせられて、あの立ち見席だったというのに、それでもあの感動して泣いてぐらい、こう泣いてぐらいその好きな気持ちがあったんですよ。好きな気持ちがあって、その準優勝したけど、まあ、優しいねオタクさんが女の子だからって言って前立っていいよって立たせてくれて、いいちゃんと見れたんですけど、まあ、そうやってあのこうさ推しのあれを、まあその準優勝とかどうでもいいんやけど、そういろんなコンサート行ったな、公演行ったな、あのお話し会、お話し会じゃない、あの握手会の時にこんな話したなみたいなのを思い出した時に、このサラのファンの人にもサラがいつか、まあ、それいつかは来るわけじゃないですか、はい、それはあの自分が今卒業考えてるとかそういうことでは全くなくて、こういつかいつか辞めるときに、なんか押した押しとか、あの時押していてこの時こうでよかったなって思っていただきたいと思ったんですよ。だからっていう話をちょっとしようとしたけど、これはねやっぱ生誕で話したらそんなメルちゃんがとかそんな準優勝してとかそんな長々と話せんけんさ伝わらんなと思って、ちょっともうそれ話すのやめたんですけど、やめたから今ここで話したんですけど、生誕で何話そうかなって考えた時にそれを思ったんですよ。それは今卒業とか全く考えてないし、今を楽しく生きてるので、 STU に入ったことを後悔もしてないし、したこともないし、だから卒業するってなった時にみんなが泣いているかみんなが
泣くぐらいのね、それぐらいの思い出ができたらいいなって思ってっていう話をしようとしたんですけど、まあこれはねできないじゃんこんな長々とだからやめたんですけどっていうことを最近推しが卒業していっているこの状況でよく考えますね。すればいいのに卒業何を急に何時間制限ってだからサラはショールームとかでは絶対あの発表したくない。ちゃんと STU の何かで発表したい、まあ、ショールームはまあショールームもあれだけどあこの話よね卒業発表違う。だからあの何の話だったっけ。あそうだからショールームとかでは発表はしなくしたないなと思う。ちゃんと STU の公演 STU のコンサート STU のイベントとかなんかそういうちゃんとなんか STU のあれでやりたいですね。ちゃんとまあただちょっと待ったを言いたいっていうだけって言ってまあ一度ぐらいね48好きな身としてはちょっと待ったを言いたいぐらい言いたいっていうあれもちょっとあるちょっとそれもあるんですけどふうに思いましたね。でも一番いいのはやっぱコンサートとかでねでもいい言えるぐらいがいいし、でもコンサートで言えるぐらいっていうのはやっぱそれぐらいの大きいコンサートで言ってもいい立場の人になっとかないといけないと思うので、卒業コンサートをできるぐらいのスキル、それも考えたんですよ。自分の最終目標って何なんだろうって最終目標を考えた時に、あ最終目標は卒業発表じゃない卒業コンサートをコンサートを卒業公演じゃなくて卒業コンサートをできるぐらいの人に最終的に、まあ、夢はそこだなとちょっと前に思いましたね。ヤフオクドーム？ペペドームか今コクドームなんで今日こんな悟りを開いとやん悟りをなんで悟り開いとやん。別に決してあの病んでるとかじゃないですよ。全然元気なんですけど、意外とちゃんと考えてるでしょ、サラは。
割とちゃんと考えてるんですよ。意外としっかり、意外かどうかはその人によって分からんけど、意外とちゃんと考えてるんですよ。まあそれを意外じゃないって思ってる人じゃないと今ここにおらんよねとは思う。意外だなって思う人たちは多分きっと見てない人たち。はい、まあ生誕祭は楽しみにしておいてください。さ、生誕ではね、あの生誕はもう生誕はね、生誕祭はあの泣かない、泣かせるつもりで自分は泣かない、みんなは泣かせるぐらいのあのね気持ちでね行きたいと思います。でも本当チャートリでできることが本当に嬉しい。もうチャートリが心の底からそのチャートリが好きなので、まあハンカチティッシュ絶対持って来るよねっていう感じですね。しかもブルーライブっていうのももう楽しみになりましたね。久々のブルーライブ。号泣したら笑えば、おー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 おお。やっぱそこでさ、泣いたりしたらなんか少なからず、あ、泣いたってちょっと思う人たちって少なからずこの中にいるんですよ。だからそういうのはちょっと悔しいのでもう泣きませんあ、確かに替えのマスク必要ですね。確かにマスクしとるけどみんなが泣いとっても泣いてなくてもわからんね。ただ生誕祭楽しみですね。期待しています、生誕祭みんなも期待するかもしれないけど、さあもうあのみんなに期待しています。手が痛いぐらい手拍子をしてください手が痛いぐらい手拍子してくださいね。コールがねできないのでねチャートリ以外どこか試してみたい課外活動ない。チャートリしか考えられない。手を叩いてくださいね。手を叩いてくださいね。まあまだね、チケットの販売は始まっていませんが、白もう光景が真っ白だと期待しています。あれあるかな、あの統一みたいなよくあるじゃん、生誕祭ある、何の曲は何にしましょうみたいな。まあその辺は知りませんけど知らないし、まあね知らない方が当日の楽しみにはなります。まあね、サラの好きな色とかサラのね好きな系統はもうきっと分かりやすいと思うのでね。でもそうなの、白ってねなんかたまにね、あれあの人何色だって思う。なんか白なのか水色なのか、なんか白ってバッテリー電池食うらしいですね。結構
電池食うらしいけど、まあでも水色も好きなんだよね。ね、白と水色が私は好きなのね。ね、一番なんか電池使うらしいね。なんでか知らんけど。ね、白が一番なんかちょっと変な色になるよね。何色かわからん微妙な色に。元々の元々は白白で。白白いたから白水色になって、でもプーさんがそう卒業されてからもう白白に戻したんですけど、まあ白いですね。そうなの、なんかよく分からんけど、光問題は分からんけど、まあまあ白水色を期待しています。ちょっと緑とかはいや分からんね、そういう緑があるかもしれんけん、ちょっと言わない方がいいですね。そう、まあ、白か水色、もう白か水色で生きてます。生誕祭も楽しみですね。まあ、その前にスペイベもあるし、実はスペイベまだちゃんとはっきり決めてないんですよね。スペイベでこうしようっていうのをちょっとずっと考えてるけど、しっかり決まってないんですよ。どうしようかな。もうこんな時間？この時間も10時過ぎてる。じゃあランキングをね読もうかな。悟りを開いたらこんな時間になった。ギフト一回も読んでた。ギフトな、え、絶対来とったよね。なんか表示されてないんだけど、サーティーさん、スマイルさん、ありがとうございます。ちょっと全然表示されてないや、消えてしまったよ。ギフトくれた方ごめんなさい、ありがとうございます。消えてしまった。48位サーティーさん、24位中野さん、13位フォーコさん、12位津野さん、11位連能さん、10位ライディーンさん、9位ピルスさん、8位柴犬さん、7位上出正元気さん、6位吉田さん、5位ケンさん、4位浅香さん、3位ゆうちゃん、2位セリアさん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。明日はセトラブのものづくりの鑑賞会があります。8時からかな、20時からありますので、 あとイモースもありますね明日放送が。まあそんなこんなで終わりたいと思います。ではありがとうございました。